はい、こんにちはくんです。ということで、今回は、皆さんに、これなら自分は負けないっていうね、みんなそれぞれの一番があると思います。あるよな？あるよな？これなら絶対に負けないっていうところを一人ずつ言っていってもらいます。全員です。今、サバにいる全員です。一人ずつ自分が一番、これなら負けないってことを言っていってもらいます。50人クラフト内のことでもいいし、50人クラフト外のことでもいいです。不参加はダメです。不参加はバンです。不参加はハブバン。全員強制参加です。はい、じゃあ行きまーす。はい、つぶがいから。人を思う心、思いやりですかね？は？自分の欠如してるポイントを言う話じゃないんだよ、つぶがい。東京に住んでる、18から22のクンキッズの女、だいたいつぶがいと会ったことある説とか話していい？東京の女、18から22の女クンキッズ、だいたいつぶがいと会ったことあるランキング1位。その説ガチである。つぶがいネットワークあるから、東京の18から22女は、だいたいつぶがいに会ったことある。どこまでやってるかは別として。はい、次、ハヤド。レッドストーン回路作れる1位。あ、確かにでもそうかも。50人クラウドでは1番かも。50人クラウドの1番だったらなんかできそうだな。需要がない。いやいや、あったじゃないですか、今までも何度も。ハイハト博士ネタで擦りましたよ、ちゃんと。次、ゴリラビ。中学生の頃は学年で一番頭が良くて一番高い偏差値の高校に来ました。高校ではぼっちであまり成績が良くなくて、大学もそこそこの大学で毎くらいいろんなことに手を出すけれど、どれも1番になれません。陰湿ランキングは1番じゃない？ネガティブランキング。なんか俺ツイッターで見たんだけど、3年前のオープンレックの建国クラフトの配信を見たけど、相変わらずゴリラビはネガティブなこと言い続けてたらしい、その時ですら。3年前からゴリラビはネガティブなこと言い続けてたらしいよ。今に始まったことじゃない。次、野良犬。自分のイラストが上手いと思ってる自信が1位。まあ、下沢なんかプライドも何もかも なくなってるだろうからな。それは1位かも。確かに。もうちょっとそれをアピールできるようになるといいね、野良犬くんは。野良犬くんなんか、パッとしないからな、まだ。面白いはずなんだけどね、俺引き出せてないんだよね。引き出せてない。いまいち伸びきってない、まだ。我は面白いと思う。お前が面白いと思っても、それが伝わんねえからダメなんだよ。次、でんでん。つまんないチャット、ネタランキング堂々の1位。あ、それは間違いない。それは1位。それは本当に間違いないと思う。編集者から直々にデンデン君を何とかしてくださいって言われたのは、参加者の中でもデンデンだけ。チャット何とかしてほしい。あ、ゴムハムも言われてたわ。消えた。あ、これ多分クーガで来るぞ。クーガで来る。絶対クーガで来るよ。え？は？え？クーガって何ですか？でってん。わけわかんねえよ。やっぱダメだ。やっぱ1番だ、こいつ。間違いない。やっぱ意味不明な感じで1番だな。こういうところ。さすが1位の実力。はい、次、亀下くん。参加勢の中で一番モッド作れる。まあ、それは間違いないな。モッド開発力に関してはもう一番だ。それは間違いなくもう一番簡単に言えるな。それは強強だわ。さすが。次、タコワサ99。一番偽物が多い。ん？ 99 が本物なの？ 99 が本物だっけ？偽物黙れよ。それみんな言ってるよ、多分。みんな同じこと言うよ、多分。それ偽物が一番多いって。そういう風に思わせられてるんだよね。そうそう、洗脳されるから、タコワサに変わるときに、前世を忘れて自分が本物でオリジナルって思うように洗脳してるから、そう、自分がオリジナルだと思い込んでる。自分がタコワサオリジナルだと思い込んで、タコワサとして振る舞おうとするから、タコワサは昔からの友達いないのなんでか気づいてるか？お母さんとお父さんの顔しっかり思い出せるか？ちゃんと思い描いてみろ。次、有馬美子。父！そりゃそうだな。そりゃ H もあれば。え？ 3 つあるの？数の話じゃねえだろ。次。くんチャンネルで一番多い動画のサムネ俺。それと人気投票下から数えて1番。それすごいな。なんかもう、ある意味上と下全部取ってるっていう。ある意味メタボは、そういう意味では1番っちゃ1番だな。メタボがくんコンテンツの全てだった。次。ベノム。参加勢の中で一番レイさんの音声ツイートが好き。参照。なんかあれつけてたやつか。なんでそんな好きなの？そこに注目すんのか。悪意なの？次。船の中で一番偉い。船舶免許取ったからね。なんかさ、小耳に挟んだんだけどさ、船オフ会みたいなのあるじゃん。あれやるとオパイチって金儲かるの？プラスになるの？収支。なんかさ、オパイチがさ、船オフすると儲かるわ、みたいなこと言って。なんか横領しようとしてない？なんか、オパイチ。船オフすると儲かるみたいなことオパイチが豪語してたみたいな。船オフ1回につき5万円儲かるみたいな話オパイチが言ってたらしいんだよね。中抜きするってこと？参加費4、あ、参加費本当は取っといて、で、くんからは、くんはおごったと思わせといて、ってこと？中間搾取するってことか。毎週船乗せに行くってこと？腐敗の匂い。ちゃんと明細見せます。くんさん、首を狙われてるのは意外と近くにいる人かもしれませんね。確かに。次。
オナニーの回数平均7回毎日バリバリしこってる。下向いたぞ。まあ、セックスよりオナニーの方が気持ちいいもんな。はい、次、ウルンルいこうか。幸せなはずランキング1位。私は大丈夫、私は大丈夫。幸せなはずランキング。幸せランキングじゃなくて、幸せなはずランキング次で。50人からと参加勢、ツイッターフォロワーランキング1位。50人からと参加勢、配信最高同時専属人数ランキング1位。50人からと参加勢、YouTube 急上昇ランキングに乗ったことがある回数1位。50人からとくんのこと大好きランキング第1位。なんかさ、こういう広告あるくね？化粧品とかである広告だよな。化粧品の広告、詐欺ダイエットアプリ。今なら500円。そう、モンドセレクション金賞。わかるわかる。だからよくわからん賞受賞してるみたいな。すげえ見たことある。次、ファイクボックス。50人くらって一番なのは配信、動画にかけるお金です。誰よりも1回の配信、動画にかかるコストは圧倒的に高いです。チャンネルのため誰よりもお金をかけて、お金をかけています。毎回500円くらいの収益の配信のために湯水のような経費をかけてます。毎回赤字垂れ流しながらチャンネルを回してるんで、ぜひみんな来てください。それもう競馬やってるだけだろ、それ。うまかすなだけじゃねえか。次。みんなからもらったオフ会の写真の枚数第1位です。きつ。あ、それ送っとこ。ポテチに。ポテチ送っとくね。今思い出した。ちょっと、飯行ったらポテチに送るっていうやつやんないと。ラーメン。次。1000円と。50人クラス内では1位になれないので、ラノベプラスナロー小説を読んでるとき、時間ランキング1位。は？そっか、ナロー小説。ちなみに今日は4時間読みました。読書家なんだ、じゃあ。50人クラスと1の読書家なんだね。へぇー。文学好きなんだ。趣味は読書です。でも、身にはなっていない。かっこいいね、文学男子。ちなみに今日読んだのは偽りのルノアール。は。ミストリア王国。メフィス帝国。はい、次行きます。多分俺が一番自分の人生幸せだと思ってる。は？この前友達に人生やり直せるとしたらどの時点からやり直すって聞かれて、やり直しても今の人生以上に成功する自信全くないからやり直したくないって答えだ。ザ。50人クラフト、鼻につくランキング1位じゃない？何成功したの？親ガチャ。次。食糧難になった時に頼れる人ランキング1位。あ、それは間違いないね。私、それはそう。それはそう。セミの食べ方は多分みんな知らんから。サスティナブル。持続性あるね。はい、次。甲状腺コマンド組んでるの1位。あ、そうなの？ポテチじゃないんだ。西戸くんは？全然組んでないんだ。あ、そうなんだ。ある時期はなんか西戸くんがこうなんだろう。なんか50人クラフトエンジニア枠って感じだったからな。一時期。エンジニアじゃないのか、そこまで。時代は変わった。はい、次。よしおちゃん。ぴょんぴょんしないよ。女参加者の中で一番フリートークが上手い。あと参加者の中で一番クンさんに怪我させた。あー、確かに。俺、ボコられたからな。ベノムも殴ってる。俺、ヨシコにさせられた怪我多分、髪を引きずり回される、殴られる、普通になんか肩パンされて殴られる、次、腕の上腕二頭筋のところを、グイーってすごい力で締め上げられて、で、次の日朝になってた。締め上げられた。なんで？いや、戦い？ファイトだよね。オリンピックかな多分。ファイトじゃない？朝見る？ダメ！ダメって何？本当にやめよう。当時撮った写真だね、これ。刑事事件で立件できないかな、これ。よしこの手の跡だよ、これ。告訴できない、これ。しっかりあざ。待って、再生数になるから。よしこに前科つけてみた。50人クラフト。まあ、再生数に変えるか。多分これサムネ、よしこ、ちょっと待って。これサムネにする。これ。暴行。次。銀。くんさんへのクソ DM、闇 DM の多さ、ナンバーワン。多分ナンバーワンだね。普通にナンバーワン。ちゃんとナンバーワンだよ。多分。異常に来てる。もうずーっと。ずーっとだよ。いや、ファマスインキャリーうるさいってか、基本銀は常に毎日のように送ってきてる。日記みたいに。今日病んだことみたいな。次。くんさんとの歴史が参加者で一番古いです。2011年から遊んだって相当だよな。相当だよ。多分。既存くんキッズの中で一番古いよ。多分一緒に遊んだ人。すげえな。次。50人クラフト内で写真撮るのとカメラ機材の知識量1位。今までに破壊された建築数1位。今までに建てた建築物数1位。サムネ&タイトル乗りで一番再生数獲得できない1位。メンタルもへこらず参加型で建築して楽しく参加できてる1位。酔った時潰れ方がめんどくさくてうざい1位。あ、逃げた。次。コーラ飲む1位。は？ってどういうこと？でも唐突すぎて意味がわからん。勘違いしてないかな、いろいろと。
ああ、来てる。画像。何これ?すごい画像来た。え、これ毎日これ飲んでんの?このノリで。え、これ致死量じゃん、こんなの。え、相当デブってんの?みんな。骨溶けるで。こういう状況らしい。ひどいな。めちゃくちゃだな。飲みかけでも水だからいつでも飲める。は?汚な。みんな今度ルームツアー撮って。写真でいいから。次、さきちゃん。一番新人、一番7歳、一番企画の人になりたい。ね、実はね、一番企画の人ってさ、実はゴリラビットってやついるんすよ。ブロゴリラビットって言うんだけど、企画の鬼、ブロゴリラビットってやつがいて、700企画ぐらい書いてる。ゴリラビと下沢の壁は厚いぞ。下沢にバトン行った、もう船降りたの企画提案の。下沢の企画だってもうふざけてるでしょ。もう、企画じゃないこれ、下沢の企画。今日もひどいの見つけたよ、なんか。くっせえメスマイクラ企画。参加勢みんなスキンをくっせえ女の子スキンに回収して、V 豚とかが見てそうなくっせえネタ企画とか、くっせえ茶番とか、くっせえ工場戦して遊ぶ。くんももちろん女子や、くっせえくっせえくっせえは。ゴリラビ企画提案考えるのやめて、今倒産ごっこしてる。グラフごっこしてるんでしょ。分析ごっこして遊んでる。次。ただしゃか。50人くらいだと一番フェミニストしてます。それは間違いないね。キッズで一番メンバーシップ入ってるランキング1位。50人くらいだと大好きだからな、サラシャが。フェミニストって一番とかあるんですか?あんまり細かいところ突っ込まない方がいいかな。え、メンバーシップ38個!金溶かしまくってんな。命かけてんな、マジで。愛だな。月額3万。すげえ。50人くらいだとフェミニスト界で炎上してるんじゃなくて、フェミニストは50人くらいだとないでちょっと燃えてるのが好き。や、わかる。言ってること。次。おさ、同一スキン使用率ナンバーワン。あー、スキン全く変えてないってことか。パイチも変えてなくない?パイチもずっとそれじゃね?パイチスクミズ自体ある。あ、そうなんだ。フェイクボックスも一緒だから、おさ一番のものないね。まあ、女の子として処理したら、おちんちん反応するランキング1位じゃない。女の子として処理したら、おさを処理したら、ちんちんが反応するランキング1位。ヤニャーは女の子だから、ただの。次、倉持。参加勢を無理やり面白くする1位。え、面白くない人を面白くしたことなんてあったっけ?誰の話してんだ?中月、ゴリラビ、ゴリ犬、ヒデル。確かに。でも40位です。まあ、裏方ってのはそういうもんだから。裏方はそういうもんだよ、倉持。次、白熊メロン。クマランキング1位だよ。とほほ。あ、そうだ。クマ全滅したのかも。クマ白クマメロンだけか。生き残ったクマは1匹だけだったってこと?あ、1000。あ、デポ。あ、次。夏。スキンの数1位。現在105個。すげえな。夏さん、スキンバリエーション多いからな。デンデンさんと1位争いしてる。105はすごいな。次、ロゼピン。ドッタンバッタンかわいそうランキング1位。あ、すげえわかる。そのドッタンバッタンかわいそうランキング、なんかね、なんか すごいわかる。その、なんかね、ドッタンバッタンかわいそうランキング、なんか何を言いたいかすげえよくわかる。うん、間違いないね。すごいその感じする。慌ててうまくいかない。あ、だろうな。次、やにゃー。50人クラスでかわいい女の子1位にゃ、イラストもいっぱい描いてもらったにゃ。こいつ、無理やりやった中では1番かもな。無理やりキャラ付けして、なんとかなりそうランキング1位。次、のりくん。のりくん?のりくん?どうしたの?のりくん!のりくん!のりくん!やばい。ガチ何も思いつかない。VC で聞いてみる。ちょっと。ミート解除して、のりくん。なんかないかな、のりくんのいいところ。のりくん ?VC ついてるよ。あーって言って喋って。のりくん?あれ?聞こえないね。聞こえない聞こえない。もう無理ってことじゃないですかね。え、なんでだ?はい、喋ってみて、のりくん。なんか VC 死んでね。お母さん来た。いや、のりくんお母さんいないから。ダメなの?ダメらしい。ノリの VC をオンにするボタン。これやば。次、タグミ。私はマイクラの建築術1番だと思います。マイクラ建築歴税7年なので、これだけは負けないと思います。建国クラフトは180件建築。建国から逃げた県税よりレベルは高くなったと思います。それは間違いないね。間違いない。それは1番だわ。次、ヒデ。50人クラフト史上最強のインフラエンジニア。調べた範囲では、以前撮影で記録した703人を1つのワールドに使用するのは日本一っぽいです。すごっ!いいっすねー。上目指していきますか。上目指していきましょう。次。エビフライ。一番遠いところに住んでる。は?そっか、エビフライ多分海外勢でしょ。多分海外勢。エビフライによくね、なんか、飛行機とか空港とかで単語がよく出るから、エビフライ同居人からアジア人差別受けてる。ストップアジアンヘイトじゃん。マジ?アジア人差別受けてんの?え、なになんか、アジア人だからみたいなこと言われんの?
アジアンだからどうだこうだみたいな。ロシア人の同居人から、ちょ、きつ。フラットフェイスって呼ばれる。ひどすぎる。ひどい。ひどすぎる。ちょっとエビフライそれね、多分擦れるからね、ちょっと一回もうちょっと、多分エビフライ界を一回作れるね、それ。エビフライ。もったいない、ここで消化するの、それ。まあ、またちょっと話さないとね、よく。じゃあカットで。いや、まあ、導入ってことで。また今度話そう。小太郎。不登校ランキング1位。確かに小4から行ってない例はないんじゃない？小4はすごいよ。千夜も小4とかじゃなかった。小4からはいない。千夜くんも不登校のくせに登校する。意味わかんない。どういうことなの？不登校のくせに登校するって。じゃあ不登校じゃねえだろ、それ。次。転生。これもし出席してるふりするランキング1位ってこと？これ。出席してるふりして、クンキッズの女の子と遊ぶランキング1位ってことで大丈夫？これ。ああ、戻ってきた、戻ってきた。一番ガッツがある参加数1位。一番ガッツがある参加数1位。ミッキーじゃん。はい、次、暇人。女性に対して真摯な態度1位。は？女性に対して真摯な態度？誰の話してんの？あぶねえ。な、そう、だからギリギリセーフなんよ。あぶねえ。暇人のどのエピソードだ？彼女殴ってんのに？だから、テレビと女は叩けば治る。え？知ってるやろお前さん。これ結構あるテレビと女は叩けば治る？ほんまだろ、ほんまだろ。いや、今のはマジでよくない。マジでテレビと女は叩けば治るって言った今。マジで違う。暇人さん、暇人さん、暇人さん、テレビと女は叩けば治るって何？俺は。はい、暇人さんが言いました。テレビと女は叩けば治る。あー、なるほどな。テレビと女は叩けば治るか。すげえな。メンバーシップ解約します。次。最長の土木税、一人で永遠の炭鉱、50人参加税で関わることなし、方向性を失った生活。いや、まあ、散るのは、まあ、いろいろあるんじゃん。いろいろあるんじゃん。いろいろあるんちゃう。まあ、あるんちゃう。なんか、和むじゃん。いいなーみたいな。いいなーってなる。はい、次。プラグイン制作のクオリティナンバーワン。プラグイン企画で失敗したことはないナンバーワン。チャットがクンに拾われる率。あ、確かになんか334のよく拾ってるような気がするね。なんか拾ってるような気がする。なんかね、でも俺なんか334のなんかちゃんと読んだこと多い気がする。打率が高い気がする。そんなめっちゃ面白いこと言ってるわけじゃないんだけど、334って永遠に誰なのかよくわからん。別にあんま気にしないでいい。面白かはない、別に。はい、次、R のジャジャ。オフ会財布出さない。あの、お前、決意を言えって言ったわけじゃないんだ、今。あの、お前に今、決意を言ってくれって言ったわけじゃなくて。次。ヨッシーくんがいない今、マイクラ様のログイン一番早いし、キッズの中で一番くんさんが好きです。キッズの中で一番くんさんが好きランキング1位。そうきたか。そういうなんか抽象的なやつにする？いもちゃ。問題を起こすくんキッズ生み出した人数1位です。あー。まあ、確かに。それは間違いないと思う。神様ディスコードが物語ってる。あと、アニサキス。アニサキス、ゴレイヌも生み出してる。はい、次。毎日投稿、連続投稿日数第1位。参加税出席日数 100%。長月を除いた男子人気ランキング1位。ちょっと待って、その3つ目なんかおかしくね。長月を除いた男子人気ランキングって何それ？それあり！全員1位だね、そしたら。はい、次。映像制作ランキング1位。まあ、確かに。はい、ポリタンは？ポリタン、ネギトロ7分の11番。は？1. 何ぐらいってこと？ハリーポッターの9と4分の3番線みたいな感じか。家賃。明るさランキング1位。人生の充実度ランキング1位。幸せランキング1位。向上心ランキング1位。家賃の好き度ランキング1位。いい彼女ランキング1位。ポジティブランキング1位。ネガティブランキングワースト1位。未来の YouTuber ランキング1位。すげえな。でもデパスは飲んでる。飲んでない。飲んでない。そうか。OK。かたくなにして。次。エーペックスの感度1位。どんくらいなの？振り向き400メートル？それ逆だろ。0.69。わかんねえ。ていうかさ、良平さ、お前なんか親にパソコン取り上げられたのはどうなったの？戻ってきたの？取られてない。なんか一時期なんかできない環境下に置かれてたんじゃないの？なんか、監禁されてたみたいな。仕事してた。何仕事って。親が？週12で俺が。はい？週12やってたの？時空超えた。次行こうか。アーシー。参加者の中で一番アボボタリに嫌われてる。え、そうなの？なんで？あ、エヴァのネタバレか。あー、ツイッターでネタバレ送ってる、ずっと。次。
スキン強制変更回数1、マイクラ ID 強制変更回数1、初期から参加してるくせに何もしてない参加税1。間違いないね。次はなんかこう、広告版とかにする。なんかさ、プラグインとかでさ、広告みたいなのが貼ってさ、四方に、この、四方に広告貼ってさ、歩く広告板みたいにする。次。面白くないのに名前だけは知られてるやつランキング1。おっぱい好き好きランキング1位じゃないの？それも合ってる。次、待ち上がり。言わないとバンって言われたから立ってますけど何も思いつかないです。未来の自分にも定型文しか送れないような人間が1番なんか取れるわけないじゃないですか。逆になんかあります？独特な感性ランキング1位。マジレス頻発ランキング1位。ご飯美味しそうに食べるランキング1位。それはそう。待ち上がり、ご飯めっちゃ美味しそうに食べる。なんかジブリみたいな食い方する。むしゃむしゃむしゃって。ジブリみたいな食い方する。次。牛丼。企画を終わらせ作数。甲状腺と実写企画。じゃ、基本的に企画を終わらせることなんかできないからな、一人が。はい、次。おじさんが誰にも負けないと思うのは、こうたくんへの愛だよ。おじさん、こうたくんのお顔見れるだけで、たくさん仕事も頑張れちゃうし、バンクラで心やるときにも、こうたくんの写真慰めたよ。でも気持ち悪い文章ランキング1位かな。他に挙げるとすれば、コウタくんのスケベ小説を書くのも得意だし、誰にも負けてないよ。コウタくんが可愛すぎるらしょうがないよね。おじさんも歌も得意だけど、太田タコワサ020くんも、コノちゃんもいるから遠慮しておこうかな。マジでいいよ、おじさんの小説。まあ、文才ランキングかな。ぜひ、クリボー。いっちゃん汚い。まあ、そうだな。まあまあ、間違いないと思う。おしっこ漏らして、イケコにおしっこつけたっていう人は参加時で聞いたことないから、今のところ。まあ、間違いないと思う。何これ？ MS に代打頼まれました。はい。え？参加勢の中でコノちゃんの個人情報知識ランキング1位。あと、虫歯の本数ランキング1位。なんかさ、コノのカップ数してたよね。なんか、MS。D の70とかってツイートしてた。あれは私が、ヨシコが教えたの？ D70 の乳首チュパザウルス。次、田辺。参加勢、あ、そういえば田辺いたの？今日は仕事が早く終わったので来れました。田辺一体いつまで来れるんだろうなぁ。次、カイカマ。立ち回りうまいランキング1位。エーペックス課金額1位。未成年出世層ランキングが1位だね。間違いない。それは間違いない。マイク。肌の黒さランキング。次、長月。50人クラウド男性参加人気ランキング1位。強いなぁ。強いなぁ。次。あと？あ、まだある。50人クラウド出生したランキング1位。何？え、何？戦争行くの？出生。北伐。こういうところだなぁ。はい、デポン。学歴1位とかですかね。次。アーケン。僕は人生負け続けランキング1位だと思う。親ガチャから浪人まで勝ってたことないからある意味1番だと思う。あえて言うなら参加勢リスカ数ランキング1位。参加勢リスカ数ランキング。はい、ということでね、ん？最後俺いる。ん？あー。50人くらいと貢献ランキング1位。君に初めてイケメンと言われて参加勢ランキング1位。人気投票ランキング20以上で身長1位続きを読みますか？はい、いえ、いいえ。ってことでね、ありがとうございました。楽しそうだな。楽しそうだな、暇人。暇人楽しそうだ。こんな感じで笑いながらやってんのか。なんか楽しそうにマインクラフトするランキング1位、暇人だな、これ。楽しそうに50人くらいとするランキング1位。はい、ありがとうございました。じじ。アニサキス、不遇番車ランキング1位。参加してきた。ジジイニャ。